高校日本史 B 室町時代丸 1問一答聞き流し。この動画はラジオのように聞き流すこともできます。それでは始めます。元寇の乱で鎌倉幕府を倒して建武の新政を展開した天皇は誰か。答え、後醍醐天皇。後醍醐天皇は2度にわたって倒幕計画を企て失敗したが、1324年に発生した最初の事件を何というか。答え、庄中の変。14世紀初めに2党が交代で皇位につく方式が成立した。これを何というか。答え、両党徹立。1333年から始まる建武の新政では天皇新政を理想としたが、国司守護の平地に見られるように実質は何政治と何政治の折衷であったか。答え、公家政治と武家政治。建武政権で重要政務を担当する機関は何か。答え、記録所。鎌倉幕府の引付衆を継承し所領裁判にあたる機関を何というか。答え、雑訴決断所。建武政権で恩賞事務を担当する機関を何というか。答え、恩賞型。新田義貞を当人とし京都の治安維持にあたった機関は何か。答え、武者所。亀山天皇の子で後二条後醍醐天皇の時に院政を行っていた上皇は誰か。答え、郷田天皇。建武政権で征夷大将軍に就任した後醍醐天皇の王子とは誰か。答え、森吉親王。鎌倉将軍府において成吉親王を補佐し関東地方の統治にあたった人物は誰か。答え、足利忠義。陸奥将軍府において成吉親王を補佐し東北地方の統治にあたった武将は誰か。答え、北畠顕家。後醍醐天皇が絶対万能として乱発した命令形式を何というか。答え、臨時。建武政権に失望し荘園領主である当時に訴状を提出した若草の国の荘園を何というか。答え、多羅荘。建武の新政の失政を批判・風刺した落書きとは何か。答え、二条河原の落書。二条河原の落書は何という川の河原に掲示されたか。答え、鴨川。1335年に北条高時の子が鎌倉幕府の再興を図って起こした乱を何というか。答え、中仙台の乱。1335年信濃の国で挙兵し鎌倉で中仙台の乱を起こした人物は誰か。答え、北条時行。足利尊氏に後醍醐天皇派
追討の院宣を下した上皇とは誰か。答え、光厳上皇。1336年、足利尊氏が擁立した北朝、自明院統の天皇とは誰か。答え、光明天皇。1336年、摂津の国、港川の戦いで敗死した武将は誰か。答え、楠木正成。1336年、足利尊氏が鎌倉幕府の評定衆であった二階堂善遠らの指紋を二項十七条に記したものを何というか。答え、兼務式目。1336年、三種の神器を手にした京都を脱出した大覚寺統の後醍醐天皇が南朝を置いた大和の国の地名とは何か。答え、吉野。鎌倉室町幕府は御成敗式目を基本法としたが、追加法式目追加のうち室町期の追加法を何というか。答え、兼務以来追加。1338年、泉の国石津の戦い、越前の国藤島の戦いで敗死した武将を順に答えよ。答え、北畠顕家、新田義貞。1339年、後醍醐天皇の死により即位した南朝型の天皇を何というか。答え、後村上天皇。日立の国小田城など東国を転戦後に吉野へ帰還、後村上天皇に神農小刀器を献上し南朝の正当性を強調した武将とは誰か。答え、北畠親房。後醍醐天皇の菩提を弔うため夢窓疎石の勧めにより足利尊氏、忠義が京都に建立した寺院は何か。答え、天龍寺。九州地方で抵抗を続けた南朝型の正々将軍とは誰か。答え、金吉親王。1350年から52年に発生した北朝型の内紛を何というか。答え、官能の上乱。足利義明の兄で足利忠義の養子となり対立を続けた人物とは誰か。答え、足利忠冬。足利幕府の二代将軍に就任した人物とは誰か。答え、足利義明。幼少時の三代将軍足利義満の政務を代行した初代管領は誰か。答え、細川頼之。細川頼之の失脚後管領に就任した人物は誰か。答え、司馬義政。足利義満が1378年に京都室町に造営した将軍邸を俗に何というか。答え、花の御所。1390年、足利義満に討伐された守護大名を何というか。答え、時康之。1391年、
6分の1度の山名一族の山名氏清が討伐された事件を何というか。答え、明徳の乱。1392年、北朝の五松天皇に三種の神器を譲った南朝の天皇とは誰か。答え、五亀山天皇。南北朝合一に大きな役割を果たした九州短大を何というか。答え、今川良春。1394年、足利義満が就任した公家の最高職とは何か。答え、太政大臣。1399年、鎌倉久保足利光兼と結び反乱した大内義弘が泉の国堺で討伐された事件を何というか。答え、応永の乱。元執事と呼ばれ、京都において将軍の補佐、政務の総括にあたった役職とは何か。答え、官吏。官吏に交代で就任する三家をすべて答えよう。答え、細川、畠山、芝。京都の警備、刑事裁判にあたる侍どころの長官である諸士に交代で就任する死刑をすべて答えよう。答え、赤松、山名、一色、京極。関東八カ国と甲斐の国、伊豆の国を統治する機関とその長官、補佐官をそれぞれ何というか。答え、鎌倉府、鎌倉久保、関東管領。関東管領を主に世襲した士族を何というか。答え、上杉氏。鎌倉久保は何という人物の子孫が世襲していったか。答え、足利元氏。畿内、東海を中心に散在する幕府直轄の荘園を何というか。答え、御領所。御領所の管理にあたる将軍直轄軍を何というか。答え、奉公衆。日民貿易、特政令発布に伴う課税を順に答えよう。答え、中分線、V 字線。鎌倉時代の大梵三箇条に加え、室町時代の守護に追加された司法権を2つ答えよう。答え、借りた狼藉の取締り権、施設巡業権。1352年、近江、美濃、尾張三カ国の守護に対し、一面限定で初代将軍高氏が発布した法令を何というか。答え、官能藩税令。年貢徴収を守護が一括して請け負うことを何というか。答え、守護受け。召喚、地頭が在地に土着し、経営基盤を確立して、領主長に成長した武士を何というか。答え、黒人。黒人一揆において、参加者が守るべき規約の署名には、参加者の平等性を示すため、どのような方法が用いられたか。答え、からかさ連番。
1416年から17年、4代将軍義持の弟義継と結ぶ全関東管領が起こした鎌倉府における内乱を何というか。答え、上杉禅宗の乱。1441年の可決の変で6代将軍義則を謀殺した播磨の国の守護は誰か。答え、赤松光助。赤松光助を討伐した人物は誰か。答え、山名持豊。1467年から77年に起きた応仁・文明の乱での東軍・西軍それぞれの総大将は誰か。答え、細川勝元、山名宗全。政治に介入した8代将軍義政の夫人とその子である後の9代将軍は誰か。答え、日野富子、足利義久。会社が上位者を凌駕する風潮は何というか。答え、下克上。京都の消失、荒廃の要因ともなった造票を何というか。答え、足軽。1325年、鎌倉幕府の14代執権北条高時が派遣した日元貿易船の名称を何というか。答え、建長地船。1341年、室町幕府の初代将軍足利尊氏、忠義兄弟が派遣した日元貿易船の名称を何というか。答え、天龍寺船。元の滅亡や南北朝の動乱に乗じ出現した日本人中心の武装海賊集団を何というか。答え、倭寇。倭寇は明の何政策による貿易の不調から海賊行為に及ぶ場合が多かったか。答え、解禁。1368年、白蓮教徒による黄巾の乱を経て明を建国し、大祖光武帝となった人物は誰か。答え、朱元璋。1369年、明、高麗から倭寇禁圧を要求されたが、対処しなかった南朝の清政将軍は誰か。答え、金吉親王。日明貿易における最も主要な輸出金属は何か。答え、銅。1404年に始まる日明貿易括弧勘合貿易では、室町幕府の将軍は何と名乗って使者を派遣したか。答え、日本国王新源。お疲れ様でした。体調に気をつけ勉強頑張ってください。それではまたお会いしましょう。さようなら。